こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、千葉県、八千代市、勝田台駅、京成電鉄のね、勝田台駅のね、これはどっち側になるんですかね。東口、西口になるんですかね、の方に来てます。でこっからですね、もっと西口の方をですね、歩いて東口の方にね、渡っていって、で、まあ駅の周辺をね、歩いていきたいと思います。2022年4月2日土曜日、時間はですね、午後5時50分です。京成のロゴは結構かっこいいんですよね。そしてちょうど日が沈む時間になるんでしょうかね。夕焼けがめちゃくちゃ赤いわけじゃないんですけど、結構綺麗です。めちゃくちゃ住宅街の中に入ってきちゃいましたけど、北三丁目って書いてますね。北口なんですかね。北口商店街って書いてますね。一応この辺りの商店街みたいですね。なのでさっき西口と言ってしまいましたけど、北口だったかもしれないです。
市も商店街みたいなんですけども、線路の向こう側に行きたいんですけど、果たしてこっちに向かって大丈夫なのかが、線路沿い、線路沿い、線路今ここが地下に戻ってるんですかね。まだ、あ、まだまだ線路沿いの道じゃないんですね。ここのラーメン屋は美味しいんですかね。ラーメン、ドテチン3。結構人が、ま、店の前にいるんですけど。線路が見えてきましたね。無事渡れそうです。行くと成田空港の方って言えばいいんですかね。そして勝田台の駅ですね。
街灯が見えてきましたけども、ここは駅前東商店街という商店街みたいですね。右に行くとね、右も東商店街ってことです。右に行ってみましょうかね。居酒屋さんが何軒かこの辺あるんですね。この菊富士っていうお店と大阪のマルシン、ここ金富士2号店とソウル屋台、韓国郷土料理店とかもありますね。これがこのミニペッカーが、勝田台の駅で、左側に行ってみましょうか。なんかお店が結構両側に立ち並んでます。千代田寿司、コロッケのコロッケってあるんですよね。左側もポツポツとなんか飲食店がありますね。ここはそういえば街灯が違うので、なんていう商店街なんですかね。水木通り商店街って書いてますね。そして煮込みそばつばめ場、こっち行くと
スーパーがあったり薬局があったりとかですね。信号を渡って右側に、ね、信号を渡って駅の方に乗っていきましょうか。
辺りにも飲食店が何軒かある感じですね。養老の滝とか香港ダイニングとか、このロータリーで、どっちを向いて終わりましょうかね。こっちの方ですかね。クレセルインでいいんですかね。この正面のね、建物を映しながら、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ではありがとうございました。